こんにちは、ザキです。さあ、今画面に映っておりますのは、この間ね、コミュニティで投稿した画像なんだけど、まあ、こちらね、何かの卵なんです。さあ、何の卵だと思いますか？ちょっとね、なんか最初見た時ブドウかなって思うかもしれないけど、まあ、実はね、こちら、イカの卵です。バンダコウイカっていう、かなりね、イカの中でも小さめの部類のイカちゃんの卵です。大きくなっても5センチぐらいのね、大きさにしかならないので、まあね、結構買いやすい、今サイズは買いやすいね。サイズは買いやすいんだけどね、ちょっと餌だからね、なかなか難しくて。まあこちらね、ふと寄ったショップにたまたまありまして、まあ生き物好きとしてね、てかイカはね、そもそも飼ってみたかったんだよ。水族館でね、よくイカとかいるんだけど、なんかね、イカ飼ってみたいなーってずっと昔から思ってたんだけど、まあイカってね、そんなショップで出回るものでもないし、まあ、なかなかね、見つからなかったんだけど、今回ついね、まあ、卵なんだけど、見つけちゃいまして、これはもう買うしかないっていうことで、買ってきました。で、ちょっとね、分かりにくいかもしれないけど、全部で5個あります。1、2、3、4、5ってね、あります。で、こちらね、もうネタバレしちゃうと生まれたので、生まれたところからスタートしましょう。はい、今帰宅して、ちょっとね、水槽を見てみたら、いや、なんとね、見て、卵はさ、しぼんでるのわかる？あの二つ。で、ちょっとね、横、見ると、なんと、あの奥に、ああ、ちょっと。なんとあの奥に、これわかる？ほんと一番奥。なんかさ、ちょっと今頑張ってピント合わせようとしたんだけど、ちょっとなんか動いてるのわかるかな？ほら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 。ほら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 。めっちゃ可愛くない？ほら、泳いでる。可愛いんだけど、ちょっと上から見た方が分かりやすいと思うんだけど、一番端っこにいる子ね。あれそうでしょ。あれイカちゃんだよね。ほら、ちょっと動いてる。めっちゃ可愛くない？ついに、ね、生まれました。パンダコウイカです。で、このね、パンダコウイカの特徴はね、泳ぐっていうよりは本当、この見てもらってる通りね、歩くっていうのが、主な特徴になります。ほら、めちゃめちゃ歩いてるでしょ。すごいすごい。めっちゃ動くじゃん。ちょっとね、苔まみれで申し訳ないんだけど、一番奥の子ね、かわいい。めっちゃちっちゃいよ。このカメラで、ピントを合わせられないぐらいちっちゃい感じ。すごいね。何センチだろう？ 1 センチないんじゃないかな？ 0. ちょいぐらいかも。めちゃくちゃちっちゃい。ほら、めっちゃ動いてる。かわいい。あとね、もう一匹いるんだよね。後ろにいるんだけど、ちょっとね、今隠れて見えないので、またね、生まれたら出そうと思います。まあ、あとね、3匹いるので、でしかもこの真ん中とかね、もう生まれるんじゃない？結構でかく育ってるし、で、あとこっちもね、かなり大きく育ってるので、そろそろね、生まれそうだし、中身もね、結構透けていい感じに見えてきてるので、生まれるかもしれない。ほらほらほら。かわいい。なかなか貴重じゃね？なかなか貴重じゃない？この、動くパンダコウイカの赤ちゃん。まあ、貴重っていうか、多分、そもそも動画にしてる人がいないんだけど、一応ね、餌もね、入れてみてるんだけど、なんか出てきたんだけど、ちょっと待って。ん？どっから出る人？あれ？この子があれかな？もう一匹の子かな？なんか会議してるんだけど、可愛くない？二匹揃って会議してるんだけど、めっちゃ可愛いじゃん、こいつら。ほら、あそこで二匹揃って、なんか可愛くない？あ、でもそうかも。もともと生まれた二匹かもしれない、この子たちが。めっちゃ可愛いんだけど、最初さ、なんかめっちゃちっちゃい貝かと思って、なんで貝こんなところにいるんだろうと思ったら、いや、まさかのイカちゃん、なんか喧嘩してる？喧嘩してんの？二人で仲良くあそこにいます。かわいいね。まあ、あとね、ちょっと、他も生まれたら、またね、引き続き動画にしようと思います。まあ、餌とかもね、用意してあるので、まあ、食べてくれるかどうかちょっと、まあ、あげてみないとわかんないんだけど、一応ね、生きた餌とか、まあ、冷凍はどうだろうね。食べるのかな。一応生きた餌用意してるのでね、まあ、それもあげてみて、って感じかな。一応調べたところだと、なんか一週間ぐらいは自分の中にある栄養で生きていくみたいな。だから餌はあんま食べないらしいんだけど、
まあ、ちょっとね、上げていこうかなと思います。まあ、サテライトなんでね、別に食べなかったら他の、ね、ここから外出て食べると思うんで、他の子はね。なんかまあ別に上げていこうかなと思います。かわいい。思ったよりちっちゃかった。というわけで、また、じゃ次の日に行きましょう。